スノーマン宮舘良太、恋する敬語24時、出演経緯を自ら説明、シルエットがもう宮舘なんだよね。モデルプレス2024-01-21スノーマンの宮舘良太が21日、自身のインスタグラムで生配信を実施。13日に放送されたスノーマンの岩本光が主演を務めるテレビ朝日系オしドラサタデー、恋する敬語24時、毎週土曜夜11時から初回拡大スペシャル。 の初回の演出について言及する場面があった。宮舘良太、恋する敬語24時登場に言及、恋する敬語24時出てましたかと宮舘が写真で同作に登場したというネットをざわつかせた演出について質問が寄せられ、静かに頷いた宮舘は、やっぱ気づいたよねと笑いまじりに口に。第1話を見ていた際に、やっぱ面白くなっちゃって、ちょっとピントが合ってない感じあったじゃないですか でもシルエットがもう宮立なんだよね、と自ら突っ込みながらコメント。あえて皆様にはお伝えせずに、ドラマを楽しんでもらいつつ若干お邪魔させていただいた感じはあるんですけど、微力ながらドラマを盛り上げさせていただきたいという気持ちがありましたと出演に至った経緯を明かした。